7月17日、ハンガリー・ブダペストで開催されたレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ第4戦は、16日の予選が雨で中止となり、17日の本戦も暗い雲が低く垂れ込め、細かい雨を降らし続け、レース全体が中止となる最悪の事態だけは避けられたが、天候を睨みながらのレース開催となったため、全体の進行が遅れました。室屋選手は、シリーズポイントで組まれたラウンドオブ14で、好タイムを出しながらも負けてしまったが、ファステストルーザー、敗者最速でラウンドオブ8に残りました。その後、悪天候のため、ファイナル4がキャンセルとなり、室屋選手は5位に終わりました。室屋選手は、チャンピオンシップポイントランキング年間総合順位は、前戦終了時から変わらない4位をキープしています。そうですね、非常に難しいコンディションの中でかなりこう気流が荒れた状態でゲート7に入ったので、それでちょっとタイミングが狂ったんですけれども、このコンディションの中で、十分戦えたと思いますので、ポテンシャルは十分あるので、次のラウンドに向けてまた準備を進めたいと思います。そうですね、本当にトレーニングが少ない中で特にトレーニング1を飛べなかったので、1回のトレーニングで臨むという形で非常に厳しいコンディションでした。特にこれだけこうディマンディングという体に、負荷の非常に高いトラックで難しいコースレイアウトだったので、最初のトレーニングが飛べなかったのが若干悔やまれますけれどもね、その中でも十分いいフライトができたと思います。